皆さんこんにちは、滝沢勝成でございます。滝沢勝成の手癖わーということで、私が普段やっているような手癖のコードワークを今日は皆様と一緒に練習させていただければなと、思っております。まあ、普通にこのね、なんか C とか G とか Am、F とかっていうコードはできるんだけれども、なんかもっとこう一歩踏み込んだなんかおしゃれでかっこいいコードとかってなんかないのかなとか、なんかもうどこで勉強したらいいのかなとか、どこで覚えたらいいのかなっていうふうにこの迷っている方結構いらっしゃるじゃないですか。そんなあなたにドンズバの動画でございます。先日歌いストで、僕がやってるユニットで、歌いストでカバーさせていただきました白い恋人たちという曲をモチーフに、まあ、一緒に練習していこうと思うんですけども、まあ、僕がねその コードというか曲に対してどういうアプローチをしているかとかね、なんかこの響きエモくねみたいな感じで、なんかそんな感じで、その解説というか、そんなことも話しながらやっていこうと思っておりますので、ぜひよければ最後までお付き合いいただけますと幸いでございます。で、まだ演奏動画見てないよという方いらっしゃいましたら概要欄に URL 貼っておきますのでポチッと見てみてください。そして途中でね、このスラム奏法、が登場するので、アコギ推奨ではあるんですが、エレキギターでも別にいいので、まあ、皆様のペースに合わせて練習していただけたら幸いでございます。行きましょう。まず最初、早速 A メロでございます。のところですね。ちょっと弾いてみるとこんな感じ。まず C からスタートして、アルペジオ、Dm7。で、F on G。で、C アルペジオ。で、Am から D on F シャープ。F on G から、なんだこれ、わかんねえ、Em、A、D の、なんだろこれ、F on G、なんだろこれ、Em、Am、こんな感じのコードワークでございます。一緒にやってみましょう。まず最初 C コードからスタートします。これは普通の C ですね。別に何の変哲もない普通の C です。で、これを優しく、アルペジオしていくんですけども、まあ、ぶっちゃけこのアルペジオのパターンは全然決まってません。本当にこのノリでやっているというか、左手がコードをちゃんと押さえられていれば、どこ弾いても変な響きしないので、まあ、かなり気分でやっているという感じですね。なんかこの、でもいいし、ちょっと細かく弾いてもいいし。とりあえず気をつけなきゃいけないのは、一発目にこのベース音を弾く。これはね、必ずです。必ず。この C コードにおけるこの5弦のドゥーのドの音、このドの音が出てないとそのコードのキャラクターが分かんなくなっちゃうんで、ベースはまず一発目に必ず弾く。これはもうどのコードにおいても必ずです。そこだけ守ってれば他は何でもよし。で、 C からスタートして、その次 Dm7 です。ご存知でしょうか。4弦から0211 0211 Dm7 で4弦から弾き始めます。で、その次F on G ですね。F on G。6弦から3×321。3×321。これめちゃくちゃよく出るんで覚えてくださいまして。F on G です。ちょっとこの、あ、いいや。後にしよう。F on G。で、その次 C。で、その次。この C から。この、プリングをすると同時に、G on B というコードに行くので、この人差し指がプリングすると同時に5弦の音を弾いていきます。そうするとこんなフレーズが出来上がるんですけども、これで C から今 G on B に行きました。で、その次 Am7、52012520102010。0201 0 全然違う。02010。で、その次これは、D on F シャープってやつですね。この薬指と小指が、まあ、いわゆるその D、このもともと D、これ。この D の2弦と3弦の音を、まあ、拝借して、中指で6弦の F シャープの音にいってるって感じなんですよ。2×023。2×023。で、1弦の開放とか、割と弾いちゃっても結構エモいです。なんかいいっすよね、これ。1弦の開放もいいっすよね。名前で言うとすると、アドナインになるのかな？ちょっとわかんないけど。で、その次また F on G に行きます。これ。
これは名前でいくとすると F6 すか Dm-on-F になると思うんですけども、まああまり細かいことは考えたいですね。なんか G からなんかこの下がるときになんかすごくいいんですよ、この響き。F on G から、これ、1×3×2×3。なんかこの流れ、よくね。で、その次、Em7 なんですけども、0200302003。02003。この小指の音がそのいわゆるセブンスの音でございます。これなくてもいいんだけどさ、なこのなこのレがあることでなんかこの透明感が増すというか、なんかいいっすよね。流れで弾いてみても、おお、なんかエモくね。でちょっとこの一弦の弾いたりとかして Em7 です。でその次 A のこれはマイナー6か、あ、マイナー9ですか。マイナー9です。5弦から05500、05500。まあ、ルートがあって、セブンス、ルートがあって、セブンス、マイナーセブンス、で、これ、ナインスのフィフス。ってことですよね。このコードエモいっすよね。結構好きなんですよ。タンタラタタン。やっぱこのギターってこの開放弦の存在がこの特徴的な楽器なんですよ。その、ピアノってないじゃないですか、開放弦とか。で、バイオリンとかもね、一応開放弦あるっちゃあるんだけどもね、あれは単音楽器が結構、単音楽器がね、結構主体というか、単音出すことが主体だから、あんまりこういう考え方しないんですよね。けどギターの場合はですね、結構1弦2弦をこの鳴らしまくってることで、この透明感といいますか、なんかあるじゃないですか。この、すごいシンプルに弾いちゃうと、正解なんだけどさ、わあ、メロメロって感じがするじゃないですか。こういうこの開放弦をたくさん使っていくっていうボイシングを結構僕はするんですけども、これもまあその一つの一環って感じですね。ぜひ覚えてくださいませ。 Am9 です。でその次 Dm に行くわけなんですが、さっき普通に Dm7 で聞いたけども、今度は、これは何だろう。わかんない。ちょっと考えます。5弦から53500、53500、53500。Dm9 6が入るから、Dm、でも9、セブンスパイチわかるな。これ名前として何なんだろう。Dm6-9じゃないよな。セブンスも入るもんな。ちょっとわかんないっすね、名前は。なんかわかんないっす。なんか考えればわかるんですけど。まあそんな感じです。53500。で、その次また、F on G から、F6 に行って、Dm7 から Am。で、その次 B フラットメジャーセブンスが来るんですけども、B フラットメジャーセブンスはこうじゃないですか、普通に弾くと。で、この時に、そのね、一回とね、一弦の音、まあ、コードトーンでいくとすると、シャープイレブンスになると思うんですけども、シャープイレブンス、本当は。ちょっとこの、際どい感じが、なんかこの、儚さ、なんかいいですよね。弾いてもいいんだけど、一弦、一フレットしてもいいんだけども、開放にすることで、あーって感じになりますよね。あーで、F on G に行って、小指と薬指そのままで中指がなくなって人差し指が3弦の1フレットに行くことで 3×3100 3×3100 にあるんですけども、エモい。っていう風になる、感じでございます。なんとなく分かっていただけましたでしょうか。まあ、もし分かんないとこあったらね、巻き戻しをしたりとかして繰り返してみてください。で、ここから2周目行くんですけども、2周目はほぼほぼ同じです。で、違うところとしては右手が、この、パツの音を入れるんですよね。親指でこの6弦の弦を上からこう、パッと叩くことで、このフレットと弦をこう、ね、叩きつけて、パツって音を出すと。これを2、4拍に入れます。
な感じで、ちょっと順番に行きましょう。まず C コードからスタートです。で、Dm。ここ一緒。で、F オン G 一緒。で、C から、これ。G4B。G4B はわかります。5弦から2003、2003、2003。G4B。この2をしながら、この人差し指でこのストロークをすることで、このね、コードの音を絶やさないようにしてるんですけども。こんな感じ。で、Am になって、D4F シャープ。ここら辺は一緒。これのコードの名前がフラットナインスになると思うんですけども、 G7 のフラットナインス、もっと言うと C7 のフラットナインス13スか、フラットナインス13スで、これ2音拍を入れながら、こんな感じの A メロになるわけでございます。なんとなく見えますでしょうか。もう一回その最初から弾いてみましょうか。C からアルペジオ。で、その次 Dm7 です。で、F オン G いきます。で、C からプリング。Am。で、D4F シャープ。F オン G から。で、9th に行って、F6、Em7th、Am の 9th。で、D の、13th から G のF オン G、F6、Am7th、Am7th、B フラットメジャー7th の1弦解放。この時にこの1弦解放、もういいですけど、2弦解放にしてもいいんですよ。1弦解放も。おぉ、際どい。なんかこう、おぉ、際どい。でもこれもいいんですよね。でもちょっとこれは狙いすぎなので、ちょっと僕は小指をつけます。でも本当は2弦も解放エモい。で、G。で、2を拍に。今みたいな感じで、ワン、ツー、サン、ポイ。こんな感じで、こうね、しっかりこのベースを鳴らしたいときとかね、このコードの音をはっきり出したいときはね、ちょっとこのツの音を省いたりします。それまで、ワン、ツー、で弾いてるんですけども、ワン、こんな感じの塩梅でございます。いかがでしょうか。まあ、なかなかね、そのコードブックとかに出てこないような押さえ方だったりとか、まあ、皆さんがその、ね、知らない押さえ方、ちょこちょこあると思うんですけども、まあ、こんな感じの考え方でやってるよ、なんていう話でございました。さっきのこれは、サーティンスですね。サーティンス。どういうの D のサ、マイナーサード、マイナーセブンス、サーティンス、ナインスだから、D マイナーセブンス、アド、ナインス、サーティンス。D マイナーナインス、D マイナーナインス、アド、サーティンかな ?D マイナーナインス、アド、サーティン。そんな感じの考え方です。で、サビ行きましょう。サビ、こんな感じです。
まあ、こんなことしてるんですけども、順番に行きましょう。まず、叩きは、さておき。とりあえずコードから行きましょうか。まず最初はこの、タタランティンガリガなど、このサビの頭なんですけども、F です、F。ちょっとこの一見、うんって思うかもしれないんですけども、僕はその F はですね、あんまこう制覇しないんですよ。親指でこの6弦の1フレットに行って、普通にこの1、3、3、2、1、1でこの F を弾くんですが、こんな感じのフォームで弾いてます。これのメリットとしては、その、親指でこのね、ルートだけハンマリングしたりとか、あとこの中指を外してこのね、プリング入れたりハンマリング入れたり、こんな感じでこうちょっとこうねハンマリングプリングをねこの隙間に入れることでちょっとこのなんかなんだろうなその変化みたいなのをつけられるじゃないですか。そんな感じでこっちのフォームの方が変化がつけやすいのであんま制覇しなかったりとかします。でその次 Em7 です。これさっき出てきましたね。 Em7 から Am7 で D の13th F on G で C パランパーンのタンワンパランパーンのメロディを作るように、このプリングと小指でセブンス C7 ノートを入れるという感じです。でまた F に戻ってまあこれです。さっきのこの Am9th のこの薬指、というかまあその3弦の5フレットこのの、このサー、マイナーサードのとかメジャーサードになることで、セブンス、アドナイン、ん ?A9 でいいのかな、うん、A9 かも。名前としては。ちょっとわかりづらいから、A セブンス、アドナインって言い方した方がいいけども。そんな感じです。でまた D ね。ファーインのところで、A フラットメジャーセブンスが出てくるんですけども、これも割と、僕、オリジナルってわけじゃないですけどもね、手癖の一つかななんて思います。まず、6弦の4フレット、ルート。4×5543。4×5543。4×543。こんな感じで、まず、ルートが、親指に来て、で、なおかつこの人差し指のこのメジャーセブンスの音。ここがエモいんですよ。これがエモいです。普通のコードブックとかで A フラットメジャーセブンスっていう、調べるとこう出てくると思うんですよね。こういうやつ。4-6、4-6-5-5-4-4 みたいな。で、これでももちろん悪くないし、もちろんこれも当然のことだからね、A フラットメジャーセブンなんだけども、やっぱりこのトップノート、一番高い音がね、そのファーストってのをいただけないと。これはこのやっぱセブンスになることでこのキラキラした感じ、この儚さみたいなの出てくるじゃないですか。なので、メジャーセブンスを抑えるときにむちゃくちゃこのフォーム使います。ぶっちゃけこのフォームでよくあるそのコードブックとかに必ず出てくる、このメジャーセブンスのフォーム、これ絶対使わない。絶対使わない。なんか美しくないですもん、これ。普通に。なんかそういう中途半端というか。絶対使わない。これです。ぜひ覚えておいてくださいませ。メジャーセブンスのフォームです。6弦ルートのメジャーセブンスのフォーム。で、その次、コードネームに行くとすると、A フラットオン B フラットっていうわけのわかんない名前なんですけども、さっきやったこの F on G の、3フレット上げればいいだけです。薬指、小指、中指、人差し指、人差し指という感じで、F on G を弾けば大丈夫です。で、C に行くと。でその次 A フラットメジャーセブンスから A フラットオン B フラットに行ってでここから人差し指と中指を下げます。そうするとさっきちょっとやったフラットナインスサーティンスのちょっとこのエモい感じの音が出るので。で、これで伸ばして、わーん。
で最後の締めはこれ。6弦から8×7700、8×7700、人差し指でこのね、3弦と4弦の7フレットジョイントするんですけども、これはもう名前なんだろう、名前としてはシックスストナインストメジャーセブンスが入っているから、うわ名前何なんだろうこれは、C メジャーナインスアドサーティンスとかかなになるのかな。ちょっとコードネームであんまり意識しないかわかんないですけど、そんな感じのコードです。で右手でこのこの12フレットを狙ってハーモニクスを鳴らすと、そうするとこの絵も割れるよねみたいな、なんかそんな感じの流れでございます。いかがでしょうか。コードに関してはこんな感じで、スラム奏法というかその叩きのパターンに関してはこれが基本こんなんばい。一拍ずついきます。一拍ずつ。まず一拍目は、バスストローク。このバスの音とこのストロークが同時ですね。バスストロークして、バスしたら、その次ダウンの、バウンの後にバス。ダッツと、タッティッポ。で、二拍目は、パッコつく。パッコつく。スネアの音入れたら、アップダウンアップ、これは普通にこのタックつくタックつく、これだけです。つなげるとどっちっこパッコつこどっちっこパで、3拍目が、頭にこの空振りが入ってうっつつ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 うアップしたらダウンストロークつつで、ダウンストロークともにバスの音を入れるとチュッチュッ。で、4拍目は、2拍目と全く一緒で、パックつく。で、OK です。パックつく。チュッチュッ、パックつく。これを全部つなげると、左手合わせて、こういうのを手くわけでございます。で、シンコペーション。シンコペ入れるときはこんな感じです。そのね、シンコペーションを入れながら。伝えていくというような感じでございます。いかがでしょうか。まあ、ちょっとざっくりな感じはあるんですけれども、まあ、あとは皆様の方でですね、その細かくなんか再生速度を変えたりとか、まあ、繰り返したりとか、ちょっとね、よく拡大したりとかしてみていただけたら幸いでございます。以上でございます。どうでしょうか。まあ、なんかこう、パーッとやってみるとね、難しくなると思うんですけどもね、できたらなんか、あ、ちょっと面白そうだなって感じになるかと思います。まあ、こういうコードアレンジは、本当好みがね、すごいめちゃくちゃ反映されるんで、まあ、この僕のアレンジがね、苦手というか嫌いというか、あまり好きじゃない人もいらっしゃるかもしれませんけども、まあ、こういうスタイルで弾いてみると、まあ、面白いんじゃないかなと思って、今回練習させていただきました。いかがだったでしょうか。ちょっと理屈的な話をしていきましょう。まず最初の、C。まあ、この曲、キーが C なんで、ダイアトニックとしては、まあ、その C、D マイナー、E マイナー、F、G、A マイナー、B、マイナー7、フラット5みたいな感じの。まあ、こんな感じのね、1、2、3、4、5、6、7っていうコードがあるわけです。で、A メロに関しては、タタリダタタタティラン、タラン、タタン、タタン、で、1、5、5、5、ティラン、テララダン、タタン、タディン、2セブンスと書きましょう。テンテレン、テレレン。で、ここから、
4に行って、パピラパパー、パピポン、パンパピパパン、パリボン、パンパパン、パパン、パピパパン、ピパン、ピパン、こんな感じです。私の頭の中では。まあ最初に1があります。で、2。で、4音語。まあこの手のこのね、ふんわりした曲って、その5、その G が出てくるときって必ず F音 G で弾いた方がなんかね、毎回まとまるんですよ。なんでもう本当に、見てわかる通り、そのずっとこの F音 G たくさん出てくるじゃないですか。G コードって一回も出てこないじゃないですか。こんな感じなんです。普通に G で弾いちゃうとね、結構直球な響きがするので、まあストレートに響かしたいときはね、G で弾いた方がいいんだけども、まあこの曲みたいにメロウな感じに行きたかったならば、G コード。この5度のとか出てきたら、まあ普通に4音語で弾いた方が無難でやろうという感じでございます。で、C が出てきて、G4B。で、Am からの D7th on F シャープ。さっき7th つけなかったけども。まあ、つけてもいいと思います。ちょ、さっきつけなかったけども、まあこれはお好きで、好みです。で、F1G から。で、ちょっとこれはパッシングコードとして。これはコードとして数えませんね。コードとしてカウントしないです。この音から、まあ、次のこの3に向かう、つなぎのコードとして考えてます。これもそうですね。3から6に、2からの、で、5からの、で、3から6。で、7フラット7です。ん?違う。7フラット。4。で、ちょっと入れなくてもいいんだけども、おまけで、こんな感じの考えで弾いております。いかがでしょうか?まぁ、ちょっとね、ざっくりこう、バーっと早口で喋ってしまいましたけども、なんとなく分かっていただけたかと思います。あとは、まぁ、皆さんの方でね、ちょっとこの分かんないところとか繰り返し見て練習したりとかしていただけたら、嬉しく思います。よろしくお願いいたします。まぁ、こんな感じでね、その、楽曲解説とかでもいいですし、なんかこういう動画欲しいなとか、こういうのをもっと説明してほしいなとか、もっとこういうのをね、望んでんだよ、みたいなことがありましたら、ぜひバシバシと、コメントの方に残していただけますと幸いでございます。それでは今回はこんな感じで終わりにさせていただきましょう。最後までご視聴ありがとうございました。何かご意見、ご感想、リクエストあればバシバシとコメント残していただけますと幸いでございます。それでは最後までありがとうございました。また違うところでお会いしましょう。さよなら、グッバイ、じゃあね。はは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 は。